次元の裂け目に飛び込んだ僕は別世界のシュウさんたちに出会う。そこには怪獣型ロボットやもう一人のウルトラマンもいた。次元を超えた出会いが二つの世界の運命を変える。次回ウルトラマンアーク、超える思い、走れユーマ。